はい、コナンです。今日のラジオ動画なんですけど、 YouTuber にとって炎上、これは実は嬉しかったりするっていう話をちょっとしたいと思います。以前の動画で Amazon ギフト券をプレゼントするっていうプレゼント企画で炎上している、今 YouTube の中でちょっと炎上している件がありますよっていう話をして、その続きにもなるんですが、任天堂のスイッチをプレゼント、7名様にプレゼントしますよって言って、まあちょっとその抽選が遅いんで、それもちょっと怪しいんじゃないのみたいな話になってて、まあちょっとそんな具体的な話はどうでもいいんだけど、そのでちょっと炎上してて、実はこの炎上っていうのは、まあ特に今回の炎上もそうなのかな、結構 YouTuber 的には嬉しかったりするわけよ。これはなんでかっていうと、その炎上があったあたりの動画の再生回数を見てもらえればわかるんだけど、結構ね、意外とこれが伸びてたりする。確かに低評価は多くなるけどね、まあだけどね、 YouTuber にとって低評価が多いとか高評価が多い、これはあまり問題ではないわけ。基本的には再生回数がたくさんあれば嬉しいで、低評価が多くても再生回数が多ければそれはもう全然問題ない。逆に低評価が少なくても、もう再生回数がガクッと下がって、まあいわゆるオワコン YouTuber っていうんですかね、まあ結構100万人クラスのチャンネル登録者がいても、まあ最近全然再生回数がない方とかいらっしゃいますけども、それはね結構やばい、本当に悲しいというかね、ですよ。なので別にね、その低評価とかはねあまり気にしていないと思います。結構ねこれ炎上っていうのも難しくて、もう本当にダメな炎上ってのもあるんですよ。例えばね、 YouTube なんかだとコンビニのおでんをなんかツンツンしてる動画を上げて逮捕された人とかいましたよね。あとチェーンソーで宅配便業者に乗り込んで、まあ怒鳴りつけるみたいな動画を上げたっていうね、まああれはもう完全にダメだよね。まあ実際に犯罪だからね、もう逮捕されてるし、ああいうのやったらもう YouTuber としては終わりだよね。まああと許されるっていう意味では、例えばアイドルでも AKB のね、センターの指原さんとかね、まあ僕結構好きなんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、なんか元彼とのちょっと何年か前になるんだけど、元彼とのなんか写真かなんかがとかメールがねなんか流出して、ちょっとAKB 干されたみたいなことありましたけど、結果としてはファンも許してくれて、もう今ではもう AKB のセンターですからね。なのでまああれはそもそも犯罪じゃないしね。なのでまあ視聴者さんとかね、ファンになんか理解されるようなまあ炎上であれば、まあその時若干炎上しますけども、まあ逆にねプラスに変わることもあるなっていうのがね思いました。まあそうは言ってもね、僕はあまり炎上したくないけどね。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。